歴史の記録を待っているところではありますが、あります。12メートル50本、どうやら来ます。現在2番につけている高橋真央子、九連校13メートル46ということです。 トラックではグランプリ男子100m 予選がこれから行われます。皆さん注目のスプリンターが集まっていると思います。予選は3組に分かれて行います。各組上位2着と
3着以下第14位の2名が決勝を開始です。夢の9秒台と言われていましたが、この時代を打ち破って新しい時代に突入した日本男子の短距離界ですが、その中でもハイベル加わります。2名が表示されております。駅一子駅一区11秒76グランプリ男子 100m 予選1組スコアボードには13現在のグランプリシーズンが表示されています。天候雨、気温 17.0 湿度 85% 西の風 0.4m です。女子三段跳びは続いて跳躍しますのはアルメジアにアナデル・オーストラリア。1回目に本日 12m80 をマークし現在4位につけています。
トラック競技は県内小学女子 400m リレーです。タイムレース3組で行われます。それでは第1組